番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よっしゃー、ということで、やってます、今週もということで、よい、ちょっと久しぶりのメンバーいるってことでね、コメント別に、めちゃくちゃくれてもいいんだよっつってね、それ聞いてみるということで、なんか遠いんじゃない？確かに、なんかバランス悪い。カメラ、なんか俺が幅広いのかしら。そして俺、下半身ないから。消えてる。やばい、3回青パン、こんな嘘。ルカさんやばい。3回連続これ着てる。マジあ、面白い面白い。透けてる、これ。めっちゃ面白い。透けてて思い出したもん。デジャビング。デジャビングしてる。めっちゃ面白い。これしか持ってねえ。俺絶対前のシュート服かぶりたくないタイプだけど、お前すごいな。じゃあ本当に久々に。勝てるってことでしょ。2週間ぶりに来たからね、これ。やば。それを覚えてる。死ぬ気がやばいけどね。すごい、あれ。前回も、あ、前回と同じだった。まずはね、ちょっとワイネワイネ言ってますけど、ちょっと乾杯の方行こうかなと思って。おい、よい。ところで、ちょっと、久しぶりじゃないですか。ゆー。行きましょうか、ところで。で、皆さん、頭短いよ。チーズチーズ違います一応無理だ、これ。今日も行きましょうって、カプカプってことでね。あらます。はい、ごまってうるさい。はい、ごまんはでございます。まずはね、いつものごとく、やっぱね、何回やっても、初見はいるということで、自己紹介の言っております。よいしょ。初見？じゃあ、俺、初見さんじゃないの？初見、初見じゃないですか？初見。嘘でしょ？初見。ちょっと待って、初見。初見じゃない。初見じゃないですか？初見さん。うわ、ナスぶっさ。1ヶ月で3キロ太りました。シルケンです！はぁ！あらます！よいしょってことで、うわもうちょっといい。でも顔あんまりなんかそんなになんかついてない感じですけど、はい、じゃあ続いていきましょうか。ケンさん、はい、はい、よいっすね、こっちっすね、こっちっすね、いく。あ、出た。あ、まるでイケメンオーラ。まるでイケメン、まるでイケメン。ちょっとほうれい線出てきてない？やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。お、間に合ってないじゃん。間に合ってないし、レイディーだし、レイディーだし。ありがとうございます。まあ、本日もね。あ、もう終わったっしょ。はい、1時間、こんな感じでやっていきましょう。夏です。うわい、はぁ、ありがとうございます。ありがとうございます、ということで。お前、中華料理の調味料じゃねえんだよ。ウェイハーって。ウェイハー。ウェイパー。じゃあちょっと行きましょうか。え、俺行くべきかな。こんな感じだ。俺行きましょう。鳥じゃない。こんな感じだ。いや、なんか。ちょっと、私も見ずに。こんな感じだ。よっ、もかもか。すごい。まあ、なんか久々すぎてやっぱ、なんか、ルルーシュです。あらます。え、ずるくない？え、なんですか？いや、無予測あるんで、ちょっとごめんなさい。なんか、あの、あれじゃん、何にも、ね、コメント考えなくていいやつだし。そうなんです、僕。え、ずれない。はい、そうなんです。あらます、ところで、ルルーカということで、あ、じゃあどっちかな。こっち行きましょう。あ、なんでだよ。行きましょう。はい、出るの？音楽あります？これ音楽なくてもあ、いえ、それか。最近、あの、気づいたんですけど、僕、あの、名字あって、アマハネガクって言います。アマガクです。え、これないの？安定。こっち、ください。嘘でしょ。それじゃこっちないの？生放送だよ、生放送。アマガクです。あれます。はい、行きましょうか。モニターの向こうが、はい、大変ですよ。はい、行きまして、はい、はい、出た。あ、こんばんは。ラーメン二郎を食べたらその後に大谷さんを飲む春崎春です。こんばんは。どういう紹介？シムケンはブレスケアを10粒飲んでも次の日臭いです。よいしょよいしょ。そう、おい、知ってる。なんか春さんが臭いみたいな感じになってます。シムケンが、シムケンがね、全部残る剣って言いますからね、やっぱり。残剣、会社が残る剣、残る剣ということで。はい、どうぞ、やってみましょう、これ。はい、どうぞ。まずはね、ちょっと、ここにしようか、なんかありましたか？フリートークちょっと行きましょう。はい、僕、ちょっとサマナーズをやってまして。はい。なるほど。星5、ついに10体行きました。おぉ、ありがとうございます。個人的情報をちょっと言っとこうかなって。あ、どうでもいいですか？どうでもいいですかってことで。なんかありました？なんもないっすね。俺はだから、はあ、じゃあ久しぶりなんで、ぶっちゃけここから俺は情報結構欲しいなっていうところあるんですけど。じゃあ俺今も言ったんだけど、ハマってます。大谷さんをずっと飲んでたの。はい、やっぱちょっと食べ過ぎた時とか、ちょっと年でな、はい、お腹いっぱいでちょっと胃もたれとか多くなった時は大谷さん飲んでたんだけど、それよりもさらに強い薬に手を出した。ゼリアシンやね、手を出した。
で恐ろしいですね、響きが。あれですよね、はい、カビラ J が CM やってる。ゼリア新薬やばいね。あいつ神だね。持たれるってこと。ただ一応なんか一応ごめんなさいね、本当申し訳ないですけど、まあお酒も込みじゃないですか、持たれるって言ったら。違うんだよね、右の人イケメンって言ったら。ハルさん、ハルさん、あっちが多分お酒や。ごめんなさい、真ん中の時点で俺らないね。やや右とかじゃないですかね。俺の一級趣味だよ。やや右とかじゃないのか。うざいわ、ごめんなさい、真ん中だから全然面白くない。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、1263、はい、お酒飲んだら効かなくないって、そういう薬じゃないんだよ。ごめんなさい、そういう薬じゃない。名前はハルシオンだけど、ハルシオンじゃないから。そう俺なんかね、お酒に俺を混ぜるとあのぶっ飛ぶみたいな、違うから、うん、懐かしいやつ。ちょっと懐かしいやつ。はい、なところで、じゃあちょっと、まあフリートークもそこそこに、水玉の人、ちょっと久しぶりにね、水玉の人か、ハルシオンと、はい、ハルシオンと、こっちだと思ったね、はい、ちょっとね、右側いるからやっぱ、ガクガクがいるってことで、ガクガクがいるってことでね。じゃあそれでは一つ目の企画いきたいと思います。うわさの審査の審査、バーバッバーバッバーバッバーバラバラバ。はい、これはね、千葉で流れてる噂をちょっとね、あの一つに紐解いていこうということで。それいつも声でやってたの。あ、それ声で。俺いつも放送見てて、はい、てっきりパーンって流れるもんだと思ってた。それでもしっかり声でやらせていただいたんですよ、うちの番組に関して。じゃあ、BGM で流れてるか、声で出てるか、わかんないかもしれない。もう一回言っていいですか。噂の真相の真相のから、パーバッ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 パーバラバラバ。あ、これはね、巷に流れてる噂に付いて、一つ紐解いていこうので。 SE がね、はい、でね、ちょっと今のって、本当に待って、あれで流れてもないの、はい、あの、スタジオからバーって効果音みたいな流れたこと一回もないの。一回もないです。ないの、はい、人生で一回もない。流そうと思ったことあったんですけど、うん、音がちょっと難しい。どんなやつだっけ。もう一回ちょっと、一くだりやっ、ちょっと、ごめんなさい、そんなに聞きたい、この BGM。 いや、行きましょう。いや、お願いします、マジで。はい、じゃあこれ一つ目のコーナーもう一回行くね。一つ目のコーナーところで、はい、噂の真相の真相、バーバッ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 バーバラバラバーって、このね、これは巷に流れてる噂を一つ一つ、めっちゃ喉赤くなってる。喉赤くなってるって、なんでだよ。すみません、本当にあの、この喉じゃん、喉の赤さのおかげで、あ、これマジで流してんなって思いました。ごめんなさいね、はい、ところがありがとうございます。はい、ところで、巷に流れてる、噂を一つ一つ、ターゲット絞って、紐解いていこうということで、はい、まずはね、はい、ハルシオンさんに、噂の真相の真相が来てることで、バーバッバー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 バラバラバー。いや、ちょっと、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、お前、言えよ。ごめんなさい、ちょっと気づいちゃったことあって、ルルカさんの調子悪いの、下半身すごい。あ、確かに、今日、ルルカさんの下半身、それさっき触れた。え、俺の工程を透けてるのレベルじゃないっすね。てかもう、やっこいやん、それ。ぐらいひどいよね。透明やん、それ。はい、うん、なんでさ、いつもさ、あの、言うのに、お前言わなかったの、今。タイミングちょっと悪かったっすよ。一応、レギュラーだからちゃんとして。透明っすね。あ、だからね、はい、ハルシオンにちょっと来てるところで、はい、実は、ハルシオンは、耳の裏、香水つけてないのにいい匂いする説ってことね。なんか俺、巷で流れてる。なんか今日、ヘルプついてて。うん、ちょいちょい声がフリーザみたいになってるよ。うるせえよ。うるせえよ。いつもフリーザでバカ野郎。もう1年以上言われてます。どうなんですかね、はい、僕の耳の裏に関しては、はい、まあ僕、年が年ということもあって加齢臭に気を使ってまして、うん、まあでも今いるメンバーで言うとさすがにこの辺ですか。ちょっとそろそろ、ちょっと聞きたいんだけど、はい、そろそろちょっとアラサー勢いるでしょ。1、はい、2、ね、ここ3人ですね。アラサー勢でしょ、はい。風呂入るときとか、洗顔とか。もうちょいそっち詰めてもらっていいですか。嘘じゃん。さっき、だから言ったじゃん。すいません、あの、僕、すげえ見切れてるじゃないですか。だから言ったじゃん。いや、パンツ出すときだったら、カメラ映るから大丈夫。ちゃんとしろよ、ちゃんとしろよ。そこに関してはなんか。そんで、お風呂とか入るときとか、あの、頭洗うとき、顔洗うときとかに、ここ洗う？僕、最近やりますね。もともとやってなかったんですけど。まあ、俺みたいなもんは洗ってますよね。やっぱり一番洗ってるそうだけど、洗ってるんですよ。ごめんね、ほんとごめんね、ほんとごめんね。風呂も入ってなさそう。それはほんとにごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、でも大丈夫、今日は大丈夫。いやですか。え、大丈夫。じゃあなんか耳の、耳ってちょっとあれ、耳の周りとか加齢臭出るって言うじゃないですか、うん、それ一番出るっていうのこの耳の裏とかめちゃくちゃ洗ってて、耳前で洗ってるのに耳の穴の中が臭いっ て, 言って、どうしたらいいか分かんないっていう。あれ、ね、どういうシチュエーションって思うの。あれ、俺結構前からいろいろ試してて、本当にあのすごい洗顔の時にいろいろ洗うパターンとか。ちなみに洗顔何使ってるか、あ、その時変わるけど。
ミューズですよね。日替わり。レモン石鹸かな。あの今度は頭洗うとき一緒にここも行くパターンだとか、いろいろやった結果、いろいろやった結果、最終的にここ全く普通にここら辺はここの部分とかはスルーで、耳の中もスルーで、で、風呂が上がった時に頭洗って濡れてるじゃん。そこをちゃんとバスタオルでクッて拭いてあげることみたいな。それでいいんですか。結果が整いついた。え、じゃあ、洗いすぎたら良くない。まあその件やりすぎちゃってる。確認しましょう。それは、はい、これはちょっと上の権力使っていいですか。あ、いいよ。おい、ガク、ガク、影、あ、耳の中、影、影。チェッカーね、チェッカー。水田さん、いただきます。でもこれはもう正直言おう、それは本当にどんだけ臭くても、ちょっとチューしてみたいになってる。どんだけ臭くも、どんだけゴミダメのような匂いがしても、それはもう正直にもどう、僕この匂いめっちゃ好きっす。なんでそれ、どっちだよ。ちょっとなんだろうな、どっちのタイプだ。なんか、ゲイ的な発言になっちゃうんだよね、その匂い。なんだ、香ばしい、香ばしめ、香ばしめ。で、実際は、なんか、なんなの、本当の匂い、例えるなら、この匂いみたいな。例えるなら、香水ではない。もう、ハルシューさん使ってないですもんね、香水。香水嫌いだから。ああ、そうですよね、嫌いですよね。お父さんの枕の匂い。おい、臭いよ。僕好きな匂い聞いた。つまり、カレー臭じゃねえか。僕、嗅ぎたい。おーおー、行ってこい。すごいんだから、もう。行ってこい、行ってこい。小3ぶりに僕って言ったわ。行ってこい、行ってこい。あ、じゃあ、ガク。行ってこい、行ってこい。マジなやつな。行ってこい、行ってこい。チューしてるみたいに見える。僕この匂い好き。なんで棒読みだ。嗅ぐ意味あった今。え、実際何の匂いなの。ミューズっすね。ミューズ薬用セット。お前さっきからそればっかじゃん。ミューズ言いたいだけです。ミューズ言いたいだけです。どんな匂いだよ。俺キレイキレイ派。いい匂いです。俺キレイキレイのが好き。キレイキレイのが好き。なんだろう、さすがに俺自分で嗅いだことないからさ、無理じゃん。まあでもなんか、いやなんかいい匂い。それなんか炊くで、その話が出てて、なんか巷で広まってる説が、フェロモン的な匂いしますね。ただそう、ただ一つ言わせてもらったら、匂いって頭の中で勝手に変えれるから、嗅ぐ人が、はいはいはい、好きな人のとかいいなと思ってる人の匂いやったら勝手によく変えられる。これ危ないな、これ危ないな。弱い。続いてのお楽しみのパー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 。実はその匂いは、ハルシオンさんに来てます。脇からフェロモンが出てる説。え、どういうことですか、これ。不随してですよね、今の流れ。おい、ガク。待ってね、こんな話1時間やんの。やらない、やるわけないじゃないですか。はい。サクサクいきますよ、ポン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 。ガク。ガク、影。ガクいます。でも、ガク。ハルシオンさん、マジで大変ですもんね。本当に脇毛はやばい。脇毛はやばい。脇は本当やばい。俺、マジ自分で臭いと思う。本当臭い。え、で、それはでも、フェロモン的なやつですよ。うん。ミューズ系かな。うん。脇とはレベル違くない。確かに。確かにいや、フェロモンですもんね。でも、俺、なんか香水結構つけるタイプなんですけど、僕、うん、香水つけない時の方が送りもらえるってた時ありましたね。絶対そう。え、それ本当ですか。だってよ、キンキキッズも歌ってんじゃん。あなたと同じ香水だとついてきちゃうんだから勝手に。え、それ香水つけてるんじゃないですか。あなたと同じ香水。え、じゃあ、そこなんで、そこ街の中で。え、そこが、え、じゃあつけた方がいいってことは、つまり、はい、え、じゃあ他の男のかすめ取ろうっていう魂胆なの。いや、やっぱこすじゃなくて自分の女取られると思うの。いや、平気っす。なるほどね。洗車すごい。洗車。ここ二人つけてないですよね、ここ香水二人。安心してください、つけてます。え、つけてるの。嘘、ごめんごめん。めっちゃつけてますね。え、嘘。いや、たぶん俺の肌って。ケンケンは結構つけてますよ。え、つけてんの。念につけてる。ゴシゴシしてますもん。空気やってんすけど、仕事もしないで後ろでゴシゴシしてますもん。そっか、そうなんだ。数秒、数秒だからあれ。え、ゴシゴシってますよ、それは。え、俺してないと思ってた、香水つけてないと思ってた。いや、俺肌が、スキンの方が匂いを全部吸収しちゃうんですよね。だからどんなにつけてもすぐ消えちゃう。あ、だからニンニクもね、まあこっから摂取してもマジックだから。ニンニクは全部残りますけど、うん、30分後ぐらいにもう全部なくなっちゃうんですよ、匂いが。俺だけ。それさ、薄いんじゃないの、その香水の。いや、超いっぱいつけても。香水って4段階ありますね。オードトワレだったり、なんかパルファムだったり。それは初耳でした。え、それは初耳です。薄いやつなんだ。あ、薄いやつ。え、つけてるよ、ね、いや、それ以上にケンケンの匂いが強いんですよ。俺らもう十分分かってるじゃないですか、体から出てるね。はい、うん、え、夏何つけてる。僕は基本ブルガリの方ですね。
ほうですね、ほう、四角いやつやね。ブルガリの何々って普通に言えたくせに、もう一回質問でもう一回喋ろうとしてる。ブルガリの何って質問されてくれる。ブルガリの方でございます、ね、ブルガリの方、ブルガリの何、え、ブラックとか、ブルガリの、ま、質問間違いだ今のね。青い方でございます、ね、あ、青い方のプラスプールオムーの方ですね。青い方ってなんだっけ、ブルガリの、ブルーの、はい、ブルー、ブルーの方なんですけど、ブルーの方でも、目覚めてこい、プールオムの方ですね、僕の方は。四角い方ね、四角い方、四角い方、四角い方、ブルーでも2種類あるんだ。はい、そうでございます。え、2種類あるの。いや、もうそれはもうどっちか香水について語る必要はないということで、うん、次行きましょう。かっこいい、嘘かっこいい。俺、この中に俺言う流れから。え、ちなみに何使ってます。俺2種類、どっちか、うん、え、ブレンドしてるわけじゃない。いや、じゃなくて気分でどっち行こうかなっていうので、ラッシュ2かグッチのラッシュ2かバーバリーのウィークエンドっていう。あー、いいよ、ちょっといいね、バーバリーのウィークエンド、ちょっとかっこいいね。バーバリーのウィークエンド、バーバリーのバーバリーのウィークエンド、初回くらいサムタイムズっていう、こちっちゃいやつ、時々みたいな。ごめんなさい、一番微妙なの、何出してきたお前今。やば、早めに聞いてあげるべきだ。確かに。ランバンって使ってます。え、コート使ってんの。ランバンっていうの使ってます。ちゃんと、はい、ちゃんと使ってます。え、それ毎回、毎回です。じゃあちょっと、ちょっと俺もうちょいね、つけてほしいな。あー、存在感薄いよね、お前のコース。だってここにやってこうとかじゃなくて、もうダイレクトに結構やってるんですよ、ね。あ、そうなんですよ。じゃあ続いての噂の進出の進出の行きたいと思います。ハルシオンさんに来ても、今日ハルシオンラッシュ、ハルシオンラッシュよ、今日ラッシュ2が好きだ。ラッシュ2、そう、ハルさん尽くし、いいっすよね、はい、それで、じゃあハルシオン尽くしで、続いての噂の進出の行きます。パーバッパーバッパーバッパーバラバラバー。もう5回目だよね。さあそう、やりすぎてね、最近。あ、嬉しい。次、はい、実は、ハルシオンさんは実はド M 説ということで。あー。なんかちょっと、なんかパッと見 SB が見えるみたいな ね、 ね、よく言ってもらえるんだけど、はい、はい、M、S と M の境がちょっとよくわかんない。てか、もともとなんか俺本当になんか男はよく、俺 S だからとか言うやつが本当信用ならない、うん。うん、確かに。何言ってんだ、こいつと思うの。ベッドの中ではね、俺らしだからね、上ではね、うん、言うやつに限ってめっちゃクズだったりするんじゃん、なんか。はいはいはい、エシアでただ自己中なオナニストだけみたいなことあるじゃないですか、結構。ぶっちゃけどうなんですかね、そもそも M 音を S の男でどっち需要あるのかなっていう。そもそもがね、まあ、SO でしょうね、うん、需要はそれは SO でしょう。 S ですよね。そうなの、うん、はい、そりゃそうですよ。奉仕したいみたいな、ないん。いや、9割型の女子が M の男無理ってとりあえず言いますね。まあね、え、それさ、でもそれが表情なキスの、俺からも。 S とか M とかのこのなんかちょっと認識がおかしくて、 M の男無理イコール頼ってばっかの頼ってる系男が無理って認識してるじゃん。まあそうそう、ひょっとしてまるでホストみたいな感じですね、それ。まるでホスト。あ、ありがとうございます。で、はい、すいません、スタート。はい、はい、ここ。え、違うんですか。なんだろうね。え、だからなんか自分を S って自分で決めつけないで、いろんな物事に当たってみたらいいんじゃないと俺は思ってる。もしかしたら自分もド M の部分もあるかもしれないし、開花させる瞬間があるかもしれない。だいたいド M を知らねえくせにド S を語るじゃん。なるほど。 あ、ここで音楽欲しい。エンダー言うて。いや、これでエンダーはやばいっすよ。そう、要はだからもうアナルをこねくり回されたいか、うん、こねくり回されたみたいな、多分そういうことでしょう。え、でも、はいはいはい、夏、はいはい、相手にアナルをこねくり回せて強要するの、それ S じゃないの。そう、あ、だからもう、要は、どっちに転んでも M なんですよ。こねくり回せよ。お前、俺のアナルをこねくり回せよ。言ってることは S ですけど、常に M だから。言い方いいんだけど、こねくり回してもらっていいですか。まだ答えますけど、要は、やってもらってることが、だいぶだから結果だからもうどっちも転べるみたいな感じで、なんか自分で自分なんか決めつけてるやつが本当嫌い。僕のアナルのシワを数えてくださいっていう、もうそれも一種の M ですし、一週間後に増えてるかもしれないね、シワが、ね、それはもう、はい。でも逆に言えばあんな細かいのは数えらしっかり、まあ、一本も間違うなよみたいな、ド S やんけ。だから多分でもどっちも転べるんですよ。ドSと4倍になる。お前その筋は、お前うんかすの筋やの可能性もあるし。はい、だそれどっちも転べる。俺数えてる最中に松井さらちゃんなのね。確かにね、はい、あ、すいません、僕の、僕は S か M かって言ったんですけど、僕はもう舗装筋上でも言ってるんですけど、お金を払うなら M、 いただくなら S ってことで。
そういうので一貫して俺本当にこの話で、ね、あのファイナルアンサーはそこだと思う、はい、結果そういうことなんです。それがどうせ払うなら求めたいしっていう話だね。やっぱ与えるもんって、はい、結果アナルは好きかどうかだっけ。まあ、舐められるのは大好きです。左二人超イケメン。左二人。必要性。まあ、こっちも第二関節ぐらいですかね。ここ二人イケメンって言われてますけど。全部いこう。はいはいはい。第二関節ぐらいかな。あ、ごめんなさい。もはい、僕また真ん中なんで関係ないんで、ちょっとこれ。あ、ちょっと関係ないんで、そっち行って流しいですか。真剣入ってるんで、ちょっと。なんか最近なんかルル押し少ないよね。そんなことないですよ。髪型が自分で目立すぎるとあんまり。あ、まあまあ、そういうことですね。まあ、でもそんなもんですよね。世の中そういう感じです。大体なんか自暴自棄ちょっとクールで置物でたまに絞ると言うぐらいのやつが一番ちょうどいいです。ああでも一番なんか深くない一番。あルール押し。あ夏さん好きって聞きます。すみません。すみません。一番左深くの。え夏さん好きってさ M か S かちょっとどっちだと思う。だから要はなんか夏のアナルをこね振り回したいか。うるせえなもう。アナル言いたいだけなんですよ。好きなんだからね。だからねじゃあ続いての企画の方行きたいと思います。これは。これアナルの企画じゃないでしょうね。そんなまさかのアナル。お前アナルなんて言ってないでしょうね。私のシワを数えましょう。そうだそうだ。どこ取り締まってんの。小柳あなたのね。どこ取り締まってんの。ありがとうございます。放送事故巻き起こす。これは先々週先週から先週からですか。引き続き専門用語いきたいと思います。前回はちょっとね業種がちょっと偏りすぎてたんで司会の方のね、独断で。空のゾークの、ちょっと、業種がちょっと多かったんで、ちょっと今週はちょっと違う業種でいこうかなと思うんで。ちょっと、まずは、ホワイトボード。ホワイトボード、ちょっと。ホワイトボード、はい。ということで、使いましたっけホワイトボード。えあれ、作ってましたか口頭、口頭ですか。いらなかったっけ。じゃあ、持ちだけ持ちましょう。待って、持つだけは持ちましょう。持つだけ持ちましょう。持ちたいってのもあるし。俺今ここまでルールに持ってってパーン跳ねられる。じゃあちょっと待ってことで、はい、ってことで、はい、行きたいと思います。これ要はまあいろんな業種の専門用語を言って、まあこれはどういう感じ使われるのかなっていうのを、先生この人がっつってね、はい、うん、まあ、はい、実践形式でやっていこうってことで、先生男子がふざけてます、はい、男子が、はい、誰がふざけてます、先生男子がふざけてます、男子しかいないじゃあちょっとね、今日コメント読み係がいないってことね。ちょっと一回拾っててもらっていいですか。いや、春島さんちょっとゲストなんでね、一応。あ、じゃあ、お願いします。あ、すみません、すみません、すみません、これお願いします。あ、ごめんなさい、すみません、すみません、すみません、失礼します。男子がふざけてます。アナルやないか、お前。すみません、ごめんなさい。お前、アナルこれ、いるからね、本当は。アスタリスクみたいなね。アスタリスク、アナってことだよね。アナル、アナ、オメガ。いらんわ、オメガ。オメガいらんわ、ってことね。はい、行きましょう。はい、行きましょう。行きましょうか。ちょっと拾ってて、アスタリスク。この間にオレンジで行きたいと思います。オレンジレンジ思い出した。おーおー、終わった後飲み行こう。磯丸ね。アナル見てオレンジレンジ思い出す、やばいっすね。いいよ、拾ってて。そうですね、一人だけオレンジレンジにさ、声高い宇宙人みたいな。あいつめっちゃ嫌いだったわ。全国放送で何言ってんの。何をディスってんのお前。俺の友達に似てたんでね、ヤマトっていうの。あれ幼少期絶対なんか問題あったな。やめとけ。行きましょう。嫌いでしょ。はい、やめとけ。初回は2000円です。初回2000円ですね。うちやばい、反応丸。はい、2000円で那須くんと何分喋れるんですか。僕基本まあ話の内容によるんですけども、まあ今日は今日見てくれた方限定でアナルの話を聞いていただいたら10分はつきます。10分。なるほど。初回ついていただいて、初回ついてくれた10分中何分那須くんの話は持つんですか。いや5分かな。そんな重たいよ。5分かな。ありがとう。すごい電波悪い。出た。10分中5分アナルの話。ごめんなさい、今時 3G あるじゃん。3G が正規3年ぐらいですね。これ 1X って書いてる。僕3年。 3G の下っすね。ルミネス入ってやっぱね、天外です。僕3年ぐらいですね。4年目かな。4年目ぐらいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと行きたいんですけど、ちょっとその間に、俺は間を持たせたいんですけどね。大して何にも拾うことは大してないかいってことで、アスタリスクって起きてるだけなんで。じゃあちょっとハルシオンについて、ちょっとちょっと最近出てなかったけど、ちなみにヨッティともは最近出てなかった理由なんかあるんですか。全然
あのなんか本当にタイミング合わなくて、なんか締め日だとか、なぎさのバースデーだとかイベントごとやっぱ水曜日被るんだよね。え、電波なんで悪いんここ。めっちゃ被るんだよな、NG ワードみたいな。そういうことか。はい、うん、なるほど。ちょっとあんまり出たくても出れなかったかな。いやだ、嬉しいですね、ちょっと久々に。え、これさ、会いまして、 URL さ、うん、ちょっと送ってよ。Wi-Fi あるんですよね。送るのもできるんですよ、うん、見てるのに。Wi-Fi 大変だよ、これ。これは Wi-Fi パスワードは大変だ。それは拾いませんね、ちょっとね。ただ、今日なんかまあ、春さんがせっかくこうやって来ていただいてるんで、僕ちょっと言いたいことあるんですよね。はい。今日、営業中、21時ですよ。後ろのキッチンで、ルルカさんが店のオレンジジュース飲んでました。ごめんなさい、それ。ああ、どうなってんだ、これ。俺はもうどうなってるかと。ごめんなさい。なんで、なきゃよくないみたいな感じ。ちなみに、何時頃ですか？はい。え、何時頃ですか？21時ですよ。21時。あ、21時。お客様来てました。その後ろで、喉乾いたからってオレンジジュース。ハルシオンさん。俺が歯磨き終わったのが、21時50分ですよ。ハルシオンさん。その後に、丸なきゃいいからね。ハルシオンさん。しかも、氷も入れて8段でしたからね。ハルシオンさん。冷却して飲んでるやん。ゴリゴリ飲んでました、ね。俺からも一言。洗い物増えたな。俺からも一言言っていいですか？はい、俺からも一言。はい、ちなみに、俺、同じ時間にキッチンいて、後から夏来たんですよ。8段に、アイスマックスで、100% のグレープフルーツジュースゴリゴリ飲んでました。これどうなんですか。僕はでもやっぱ先輩じゃないですか、ルカさんが先輩がやってたの見て、はい、あ、これもやっぱ合わせなきゃいけないのかなと思って先輩やってるから俺もちょっと。え、どうなんですか、ちなみにそれは。痛み欲しすぎて、はい、本当にそれはどっちが悪いんですか、ね、どう思います。どっちが悪いんですか。ちょっと真面目に辛くなってきた。ルミナスティの幹部がなんか店のジュース飲んだ飲んでないこんなグダグダなってんだったらてめえらテキーラ飲んどけ。じゃあ行きたいと思います。どこにあってんだよ。じゃあ今日か悪いことしてる感が強くてめっちゃ美味しかったっすね。俺ら悪いことしてんだよみたいな。 100% のジュースなのに 150% ぐらいのね、濃度を感じた、濃度感じたってこと。やかましいよ。何言ってくれてんのお前。自分から振っといんだよ。はい、ということで、じゃあなんか先週ちょっと繋がっててくれ、繋がっててで、先週はちょっと風俗の業界用語だったんで、ちょっと違う用語からいきたいと思うんですけども、僕今3つ挙げていいですか、候補3つ。ゲイとオネ業界。ゲイよね。いいよ。ゲイとオネ業界、まさに自分のね。やめとけよ。ゲイよ。やめとけ。ビタミン不足。いいよ、ビタミン不足。あー、だから 100% か。え、ゲイとオネ業界で一つの単語。今くくりを言って。単語じゃないですか。くくりを。くくり、はい。くくり。大きなくくりを。じゃあ、寿司屋業界。いいよ。いいよ。いいよ。もう一つがゲーム業界。いいよ。いいよ。はい。この三つの中で、どれがいいですか？ちょっと決めません？先に。じゃあ最初に寿司いっときましょう。まずはね、まずはもう徐々に柔らかく、うん、柔らかくいきましょうか。柔らかくお寿司から行きましょう。でも待って、え、じゃあで今からマスターってことは3種類いくってこと。ワンちゃん別にまあ時間がない。3種類いくってことは一番最後にゲームって絶対やめた方がいいと思う。いや、一番最後にお姉とゲー。あ、行きましょう。お姉とゲー。じゃあ僕言っていいですか。じゃあ僕がちょっとディーラーとなるんで、今から言う業界用語ポッと一回説明していただけば、業界用語を一つ言うんで、はいはい、言うんで、それでおそらくこういう感じで使うんだろうなっていうのを、俺は好きだな。ちゃんと実践してちょっと伝えて、当たりだったら当たり、外れだったら聞いてことで終わります、はい、なので今僕以外の皆さんちょっとちゃんとお酒を入れてほしいなっていう。はい、こっから出てんねんこれ。はい、大丈夫ですか。はい、なんとなくルールわかります。はい、なんとなくは。はい、じゃあちょっと、あ、はい、寿司屋用語でいきましょうか。はい、はい、寿司で、あ、ちゃんとそれモノマネしやってくださいよ、寿司屋の。だからそう、寿司屋の大将みたいな。あ、一応ね、僕ホストする前は大将だったんですか。大将ではないですけど。大将ではないですけど、ちょっと早くしてもらっていいですか。うるせえな、お前マジだよ。すいません、いいですかってことで、はい、あ、じゃあ寿司屋用語で、はい、寿司屋用語で、じゃあここからちゃんと寿司屋の店主やってください。いるせえ、わち、人魚さん、教育のいいのは何だい。人魚さん、あ、近い。どうなんだい。いやー、サンマかい。イワシだね。へい、わち、いらっしゃい。お会いそう。うぃー、お前食ってけ、やい。はい、お願いします。いいですか、ちょっと、は
今の問題今の問題じゃない、今のいろいろな問題がありました。ちょっと待って、様々な問題がありました。ふざけろお前、難しすぎるわ。いきますよいきますよ、単語ありますよ、業界用語の単語。はい、カツノコみたいな頭しやがって。ジンガサ、ね、ジンガサ、ジンガサ、ジンガサ、お願いします。じゃあちょっと大将、はい、あれですか、じゃあ大将やってください。じゃあやってください。何ジンガサ、ちなみにお客さんが使うとか、それそうそう、ヒント、うん、大将従業員側です。従業員側ヒントないとダメだって、業界用語だから。あ、ね、あ従業員側。大将大将 CM、 大将大将風に CM。 じゃあ考えてる間に CM ってことで、大将に、うー CM。 Show me what you got babyShow me what you got, baby. Hey, baby. Everybody. I make some noise. Show me what you got, baby. Show me what you got, baby.誰がなんと言おうが、俺がお前を幸せにする。運命の人と出会うなら、イオンインク。イオンインクイケメンばっかじゃん。イオンインク。CM あげましたということで、今ねちょっと A も使って説明したいメンバーがいるということで、あ、できました、行きましょうか。じゃあ、はい、はい、すいません、大将はあの縁側とあのジンガサーください。あ、違います。はい あ, 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 あ、そっち系じゃないんだ。あ、これね、あのヒント言っていいですか。ゴリゴリになんすかね、お客様関係ないっす。あ、もうゴリゴリに、ゴリ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 に、あの寿司屋の、え、なに、ジンガサってことを説明したらいいんじゃない。説明したいですけど、使いながら説明しました。ジンガサっすね。はい、オッケーです。ゴリゴリの方っすよね。はい、行きましょう。ゴリゴリ飲みました。ゴリゴリの方っすよね。飲むんですね。ゴリゴリの方っすよね。大丈夫っすよ。ゴリゴリの黒人の外国人がさ、はい、食いてー、ガイガー、ジンガサお願いします。あ、俺いいっすか。行きましょう。ギャル風。あ、すいません大将、はい、雨降ってるんでジンガサください。あ、飲んでください。はい、いただきます。もうね、ほんとね、結構頑張ったのよ。お客様関係ないです。関係ないっす。もうこれはもうね、業界側が、俺完全にちょっとあのテーマ間違った気がしないでもないけど、いい、はいはい、ハードコアな彼女との朝、まさに唇がジンジンガサガサ。違う、ガサガサやだな。ジンジンガサガサやだぜ。ガサガサやだぜ。ハードコアだから、ハードコアだから、ジンジンだけに消費したら寿司どこ行ったんだよ。ちょっとガサガサになるやん。寿司どこ行った寿司どこ行った、それあります。お前のタラコみたいな。じゃあ続いての第2ヒント言っていいですか。何ヒント、はい、もう終わったの。何かを作る時の具材の一つ。あー、具材の一つっすか。はい、何かを作る時の、ジンガサ、ジンガサ、ちょっとおしっこしいっすか。ふざけろ、マジで。さっきの CM で人がさしてくんの。ちょっと人がさ行ってきます。マジでそれ正解だったらビビるわ。そんなに借りでかくないやろ。それ正解だったらビビる。どうします。じゃあケンケン行きましょうか。ケンケン行きましょうか。あー、だからあれですよね、あのどっちかっていうと、うん、まあこれ完全に要はあれです。要はあのかんぴょうのことです。かんぴょうのことです。あ、まあでも、はい、方向性合ってますけど違うんでしょ。一回飲んでます。あ、俺行っていいですか。はい、すいません。はい、あの、こんな色の数の子ください。あ、俺を指します。あ、違います。あ、いけんか。一回飲んでもらっていいですか。からの、はい、ヒント、色、茶色です。しかもだいぶ脇役カンピューですよね、それって思うじゃん。違うんだよ。あ、はい、だいぶ脇役、はい、はい、花が開いたアワビ、ジンガス。あー、違います。アワビじゃダメですね、それって。水色、花が茶色です。あ、まあ、寿司屋って茶色って言ったらあれかなって感じですね。あれしかないですけど、はい、缶のピョーじゃないですよね。はい、あれですよね。はい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 、はい、花が開いたアワビ、もう一回。花開いてますね、それ、それはちょっと3杯2杯で、あ、2杯2杯でそういうゲームじゃないの、これ。何なの、わかんねえよ。
え、で、なんでなんだよ。いいんですけど。ジンガサっぽいじゃん。え、なんせ、なんせ、なんせ、今ジンガサが来てないんで。あいつジンガサ。ジンガサがね。ジンガサで。いや、ジンガサが来てないってことは。はい。ジンガサ来てないんで。大事ですよ。え、なに？あ、わかったわかった。え、待って待って。茶色？もう大ヒントです。チラシ寿司に入っている茶色に。すいません。チラシ寿司。え、チラシ寿司の？チラシ寿司の茶色ってあれですよね。ちょっと詰めて、ちょっと詰めて。うん。ちょっと、うん、ちょっと詰めて、西川くん。西川くん、ちょっと詰めて。はい。え、チラシ寿司の具っすか？あ、具に入ってます。え、それを合わせればいいですか？合わせればいいですか？当てればいいですか？はい。まああれですよね。実演会は。ああ、ありますよ。北島三郎の CM ね。お、チラシ。あれですよね、寿司太郎の CM で、いいよ長谷、いいよ、どうなの、汗やばい、その辺どうなの、さっさと喋れ、ジンガソジンガソみたいな顔したかと思ったえ、まあ、要はもう知ってるんすか、じゃああれですよね、多分ヒント、今わかんないの、まだジンガソみたいな顔しやがってえ、あと3回で出なかったらもう答え出るんでまああのヒント多分ルルカさんの髪型ですよね、リスナーもみんなジンガソ戻ってきた言うてるぞ、ジンガソ戻ってきた、ほらなるほどね、なるほどなるほど、あれ大ヒント、大ヒントだこれ、なるほどね、だから一回自分チラ寿司の中僕入ってみて、あ、一回入ってみて、戻ってみて、一回ちょっとすぐわかる、あえ、ルルカさんの髪型ヒントだから多分俺わかります、あ、ヒントヒント、茶色です、ルルカさん、え、茶色、それ茶色なんですか、髪型とプラス茶色ですか、髪型とプラス茶色ですか、髪型よりもうちょい広がってるかな、ひもじ広がってる、そろそろわかるんじゃない、あ絶対うんこだなこれね、これうんこ、これうんこやな、これうんこやろ、ねえそれさ、なんで書くときに言わないの、あ、すいません、わかっちゃうじゃん、いいですか、もう一周回って面白いじゃん、さあ、またすか、はいはい、しいたけ、あ、ピンポーン、もうなんなのお前、どのタイミングの正解、ちょっと前から分かってたけど、泳がそうっていう、泳がし方雑じゃない、マジで先輩泳がしちゃったぜ、どうだろう、すげえ傘大きめのね、やば、おい誰だよ、ろくなね、お豆ちゃんなんだよお前、そらわかりました、おい、チラシ寿司入ってお豆ちゃんなんだよ、まなと、じゃあどれでいこうかな、あ、いや、え、椎茸さん次は椎茸さん、いえ、あの、ジンガ、ジンガさん、違う違う、そんな椎茸が始まるようだから、あ、なんなら、なんなら、あー、どれいこうかな、あ、じゃあいきます、寿司、え、またいいですか、寿司、え、行きましょう、寿司、また寿司、夏のジンガス元気、元気だよ、元気だよ、安心してくださいっつって、いいですか、お寿司の業界用語で、鮮末、あー、いい線いくね、うちの MC いい線いくね、鮮末ね、鮮末、あでまあ、ジンガサと兄弟ですよね、あれは。ジンガサと、そうっすね。ジンガサ、あ、なかなか、まあ、でもいいとこついてますよ。あ、そういうことか。はい。熱っ。デブしかいねえから、ここ。ジンガサの、ジンガサと兄弟です。兄弟ですか、兄弟です。タケノコ。あー、違います。なんだよ。しかも、なんだろ、惜しくないです。なんだよ。じゃあ、普通に答えるのやめればよかったわ。なんだ、お前。アスタリス。センマスです。シイタケの広告はアスタリス、シイタケのアスタリスクになってる、ここがジンガソ、はい、先末転倒、あ、本末転倒ね、はい、帰れー、帰れー、お前2杯食う、いや、お前2杯食う、俺2杯食う、ケツ持ってやる、お前、ただ、ハルさんがめっちゃ真剣に考えてる、お、これは期待しましょう、うちの総支配にフェロモン出てる、はい、フェロモン出てる、ハルシオン、でもなんかジンガサと兄弟ってやつがすげえ邪魔して、ジンガサと兄弟、そう、それさえ聞かなければ他の人すぐ出てたんだけど、じゃあ俺言ったら余計なこと言ったでしょ、お前知ってんの、合ってんの、まあ多分これですね、いいですか、多分じゃなんで多分いいですか、これ、え、お兄さん、はい、ゴリゴリ外してますけどドヤ顔で出してください、え、なんかこの部分、この部分かなと思って、あのジンガサのこの部分が、あ、違います、全然違うんだよ、なんかお前の言葉に惑わされた俺がすっげえマジで本当に時間の無駄、人生で一番時間の無駄、選抜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 でお寿司屋っすよね、お寿司屋、これいや、あと2問でちょっと、あと2回ですか、あと2回っす、すいません、いきます、あ、お願いします、このお寿司屋で千田光を待つ違います、
帰った方がいいですか、ね、惜しかったね。惜しいよね。どうしたの。はい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 、はい、超惜しいじゃん。アオサの味噌汁。あ、違います。あー惜しい。え、答え言っていいですか。あ、ちょっと待って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 、多分大将のことを。あ、違います。あー、待って待って待って、いや、もっとあるもっとある。あ、違います。左出そう、左出そう。あと1回ですよ、回答で。回答で、あと1回ですよ。大事に使ってください。あ、分かった。あ、はい、大将。大将じゃん、間違った。誰が大将。間違った。間違った。はい、言いましょう。分かった。はいはい。千姫とお店のまっさん。じゃあ俺だ。俺は好き。すいません、あの、皆さん一回飲んでもらっていいですか。千里眼マツコ。はい。千姫とお店しか。あ、しし。答えは米粒のこと。おー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 。あー、あれね。それを千姫ですか。千末。あ、なんで。そう、シャリもあれなんですけど、さらに業界を千末っていう。このやつらなるね。ちょっと DJ なんて言ったんじゃない。 DJ のアッパーにしてもらっていい。なんかこれあの東京 FM 感がすごいんです。ここ DJ もいたんだよ。東京、あの深夜の東京 FM 感がすごいんです。最近ウルトラ安いじゃないですか。あ、ウルトラ感だ。そう、ウルトラ感ね。俺がウルトラ感って言わない。寿司の話しながらウルトラ感出して、はい、大将ウルトラちょうだい。あ、いいね、あ、いいね、いいね。ウルトラ行ったことないから分かんないけど、うん、分かんない。こんな感じですね。米粒みたい。ウルトラジョレイ。誰が米粒？真ん中の人米粒みたいで。なんで俺、誰が選抜やねん。なんで俺なんか、いいですか。汚くなっちゃった。あ、さっきは出た。また東京 FM。 いいよ、ちょうだい。また東京 FM。 あ、また東京 FM 出てない、大丈夫。あ、いいですか、ありがとうございます。いいですね。続いての業界いきましょう。次、ナース看護師業界から。そんなあります。ナース看護師業界で。これは僕自信あります。なぜなら僕のお姉ちゃんとお母さんは看護師です。マジかよ。あ、でも俺のお姉ちゃんも看護師。奇遇だな、俺のおかん。 あの、多分そろそろ不調になってる。お、すげえ。すげえ。で、ハルさんは看護師のコスプレが好き。よし、これはガク負けるぜ。俺、ええ、ってで、お前、この前、今まで看護師のコスプレをした。すごい、超詳しいやつ。じゃあ、行きましょうか。はい。じゃあ、ウルトラ聞こえない。いきますよ。この業界用語で行きましょう。はい。グルオン。グルオン。はい。グルオンですよね。ナース用語でグルオン。グルコサミンじゃないですよ。やめてもらっていいですか。グルコサミンじゃないですよ。うん、違いますよね。はい、今書こうとしてる。違うと思いました、本当。書こうとしてるとして、はい、あのお客様、あの患者さん、グルコサミンをオンで。ちなみにそれはもう病院の人が使う言葉ですか。まあ、多分患者とかじゃないですね。カルテとか。はいはいはい、グループでオンラインの人。おい、それゲーマー。正解。それ正解。違います。違う。正解言った。しかもそんなすぐ却下して終わってよかったのに。な、当たり前言うなみたいな感じ。ちなみにヒントはカタカナのグルに音です。あ、違う。なるほどね。わかった。なるほどね。うん、分かった。看護師業界ですよね、はい、グルーブ音が。あ、ちなみにどういう感じですか。例えばやっぱこれウルトラ的なグルーブ音。あ、このナースコールのグルーブ音が今日の病院ちょっと上がってるやつ。あ、今日グルーブ音が。え、違います。このなんかドラムベースみたいなグルーブ音が。あ、違います。はい、ちょっと惜しいっすね。なんかあ、惜しいっすか。ヒントいいですか、はい、ヒント、体の中にある臓器のどっかのある音です。はい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 、分かった分かった分かった。これそれは簡単だ、はい、言ってやれケンケン。おい、これだ。それは簡単だぞ、うん、おい、うん、そうそう、うん、もう分かってる。ケンケン言ってやれ。それは、うん、俺だってお姉ちゃんあれやからね。うん、この正解。胃がぐるぐる音。正解。正解だ。正解だ。でも、そうですね、まあ盛り上がんないね。そうなんですよ。いや、なんかちょっと当てちゃうっていう。当てちゃったんですね。まあ惜しい。まあ意図ちょっと、まあまあ近いからね。すいません、あとごめんなさい、もうそのあれなんでゲーとかそっち系行ってもらっていいですか。え、もうそっち行く。ゲーとおねーの方行ってもらっていいですか。ゲーのタケナーなんで。はい、お前がなんか言い出すと大体 CM 来るから。やられてんな。あ、でもなー、はい、あ、大将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 CM お待ち。
さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から、 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。開けましたね。開けまして、おめでとう。おめでとう。あ、あれ一人いなくないですか。ぐるぐる音。おねけぐるぐる急降下。なんだっけそれ。下半身ないからすごい。マジでやば。下半身ないやつ。おねけぐるぐる急降下。青だとこ。だからもう。あらばそれ。いいこと思いついてんじゃねえよ、夏。下半身青だと見えないから脱いでもバレないんだって。脱いだ瞬間出るから。幽霊感半端ない。はい、俺じゃあ、ゲイおねえ用語。ねえ。行きたい。行くぞ。待ってたぞ。行くぜ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 。ところてん。行きますか。じゃあ行きますよ。出題されてないんで。いいですか、行って。すいません。行っていいですか。おねえ、おねえ、もうちょいそっち詰めてもらえます。まあ、二丁目用語だねよ。徐々にね。二丁目用語で、SG。 SG これ、SG、 ごめんなさい、一発に当てちゃうんですよね、うん、SG SG です。あ、俺先行っていい？あ、いいよ。はい。うわ、サディスティックゲイ。アウトで。アウト。これ言っていいですか。あ、スーパーゲイ。ある意味合ってます。わーってことはじゃあ半分でいいですね。ってことはもう、あ、はいはい。ただ俺は全部飲むぜ。S 字改革。あ、ごめんなさい。スーパーゲイ。俺しか分かってことは多分スーパーかゲイがあって。はい、はい、はい。喋る時に唾がすんげー飛ばす人、ショットガンだ。お、かっこいい。なにそれ。実は一言正解です。あ、あ、マジか。わかった、はい、はい、はい。すでにゲイ。あ、違います。すでにゲイじゃないですか。ちょいちょいなんか、あの、なんだろう。はい、はい、はい、サラサラゲイ。あ、違います。あ、ポンポン出してきましょうか。なるほどね。乗ってきましたね、ほがになってきて。書かなくてよくねと思う。はい、口で言えばよくない。はい、はい、どうぞ。そろそろゲイだな。あ、違います。あー、惜しい。すごくゲイ。あ、違います。あ、でも要はそうなんですけど。はい、はい、はい。さすがにゲイ。違います。あ、違う。くそーくそー、難しい。くそ。ヒント、 S はスーパーです。 OK です。はい、そんなにゲイ。あ、違います。あ、くそーさあ、そっちか。ソルティゲイ。違います。しょっぱいだね。しょっぱい、しょっぱい感じ。ソルティゲイ。あ、違いますよ。惜しい。砂糖のゲイもあるね、そしたらね。甘い方も。あ、この、この乗り方ちょっと似てますね。ス、え、スーパー。 DJ、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 ポケモンの音でお願いします。ポケモン、え、スーパーは確定なんですよね。スーパー確定。はい、ごめんなさい。スーパーにゲイ。あ、違います。あー、はい、なんか目撃情報みたいな。スーパー、スーパーグイズ。スーパー、あ、違います。スーパーにゲイいたよ。水外したら飲んでください。スーパーがゲイ。違います、違います、違います。でもスーパーゲイじゃないんだよ。ヒント、ヒント、ヒント。スーパーがゲイ。ヒント、体格。体格。スーパーだと体格です。体格。あー、もう分かった。もう分かっちゃったね。もう分かった。はい、ケンケン言ってやれ。はい、はい、はい。スーパージャイアン。あ、違います。おい、違う違う、分かる分かる。スーパーに。なんでだよ。なんで俺できたの。そうじゃます、やっぱり。ちゃうね、やっぱね。あ、分かった分かった。俺だろうね。
違います。スーパーにスーパーゲーム、あ、違います。おいおい SSG やスーパーグロッキー、あ、違います。はい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 、はい、いや、押すなよ押すなよスーパージョッキー、あ、違います。懐かしい。てか、そもそもあれ J だわ。あ、懐かしい。スーパーマン、あ、違います。あ、スーパーごっつぁん系。あと2回までにします、回答権。あ、はいはい、行きましょう。あ、なんか夏さんこんな大変だぞみたいで、はい、ムーニーマン。あ、違います。マンケー、漏らしとるやん。マンケーやめません。漏らしとるやん。マンケー、絶対マンケー出すなよ最後。マン DJ ポケモンの音お願いします。スーパーファンマン。ラスト1回ですよ。ちょ、みんな真剣考えよう。真剣に当てなかった場合、俺以外みんな飲むんですよ、はい、これもう飲まされたけど、はい、でもなんなの。毎回でそうそう、ちょっと真剣にじゃあ行きますか。やっぱあと1回ですからね。あと1回しかないですよね、はい、じゃあ外して、うん、行きましょう。あと1回。おお、やっと本気出せる。これだよな、やっぱ音。あ、バトル中で SG。 え、マジな、わ、ほんとわかんないな、これ。え、じゃあ、え、もう見なかったんだよな、もう当てちゃいますよ。行きましょう。はい。おぉ。これ、おぉってなる。あー、それだわ。はい、スーパーゴリマッチョ。ほぼ正解。うわ。これは要は、はい、スーパーガッチリです。あ、ガッチリやん。ガッチリ。わかるかんだ、もう。ルルカさん系ね。確かに。スーパーガッチリなんすからね。確かに。スーパーとガッチリ最近ちょっと確かに。全部専門用語当てはまんのやめてくださいよ。じゃあ次のは続いての。今37分なんで、ええ、続いてがラスト問題ということになってるんですけど、いいですか。あ、コメント拾ってってけど、コメントありました。コメントね、 あるんだけど、拾うようなやつないんだよね。拾うような感じあるかな。俺一個だけ見ててスルーしたのは投げキスしてだったけど、それはしてください。それはお願いします。それはお願いします。それはしてくださいよ。それはもう、だって仕事サボってもそれはもう来ねえよ。仕事よ。一発芸しないっす。行きましょう。恐ろしい空気になった。あ、はい、俺ね、はい、よし、行きましょう。もう時間も絵も急な、しねえよ。うわっ、あ、よっけ、あらー、頼みます。欲しい。行きますよ。えー、業界用語、一発芸の芸は、はい、ナイトガマ。ナイトガマ、あ、え、ナイトガマ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 、ガマ、ガマ、ナイトガマ、ナイトガマ、ナイトガマ、むずいこれは。ヒントないですか、ちょっと。夜ですね、やっぱナイトなんで。うん、え、ナイトはもう夜、はい、夜、はい、夜だってます。普段全然なんか気取ってんのにベッドに張るとガーガー泣く。あ、違います。あ、でも、え、これなんでなの、用語なんですよね。俺にばっか強くないマジで。なんなん。一応あれですよね、外したら本当は飲むんですよ。本当飲むんです、ナイトガマ。おい、なぜ20杯くらい飲めよ、お前。ふざけんな。ナイトガマ、いきましょう。ナイトガマです。ガマでしょ。まあ、ナイトはもちろん夜ですね。ガマ、あ、夜なんですね、はい、ガマだよ。あ、全然違った。夜まあ、夜は、夜は夜でしょうね。夜夜、夜、どうしましょう。G ですよね、だから要はナイトだ。要はナイト G ですよね。どうしましょう。え、俺正解いいの。いいよ、あれしよう。行こう。はい、昼間は全然なんか普通にそっけないのに、夜になるとオカマになる。あ、ちゃいます。おー、嘘。おー、それはすごい。あ、そう、マジで。あ、それ、え、それちゃうと怖い。そう、いや、ハルさん、それ正解っす。それが正解。はい、いや、こう、あ、違う、あの趣旨変わってる。でも、飲ましてこないってことはそこそこ医療だったってこと。いきます。はい、え、お金ないとならガマ口開けばよかったない。違います。あの、多分そろそろね、あのね、本当に思うんだけど、これ出しても全然意味ねえ。逆光やし。もう挙手制でいきましょう。はい、じゃあこれはいらないということで、ナイトガマ、ナイトガマ、ガマですよね。だからガマがちょっとガマカエルなんですかね、やっぱ。いや、ガマガエルとかそっち系じゃないですか。ちなみにそこだけください。
それじゃ欲しいですね。そっち聞いてない。僕が一番ないんだ。じゃないです。だから岡本ガマだと思ったの。ナイトカマーなんですね。これだ、これな。ガマ、え、むずいね。ガマのヒントください。ガマのヒント欲しいですね。ガマじゃないですよ。ん？え？ゲイナイト。え、ナイトガマって言ってるマジ？ナイトガマ。ゲイナイト。ゲイナイト。ゲイナイトって普通にそのまんまやないですか？え、じゃあ当たんないわ。ゲイナイト。え、ゲイナイトなんですか？え、どういうこと？ナイトガマなんですか？ポケモンにいそう、ゲイナイト。今答え言っちゃうっていう。あ、何を言ってんの？あ、ゲイナイトってことですか？あ、ちょっとえ、ゲイナイトの意味もわからないし、しかもちょっと無理ゲーすぎない？いや、何？無理ゲーすぎない？お前ロックマン2の YD ステージより無理ゲーやぞ。あ、さすがかっこいい。めちゃくちゃじゃない？まあ、ゲーでかけてますからね。ありがとうございます。次の話題ギリ言ってもらっていいですか？続いてね、今のはやばい。どうしてもこれ締めらんない。最終問題って言ったやつは締めらんないこれは。めっちゃお茶飲んでた。じゃあめっちゃ宝石飲んでた今。いいぞいいぞいいぞ。真ん中のピカチュウいいよいいよ。俺は見てないと思って。真ん中のピカチュウ。いや、十万ボルトも覚えてないくせに。すみません、答えが、ゲイナイトって言って。ライチュウ、すごい。あ、これ行こう。雷来い。モンスター俺の入らねえ。ヘテロセクシャル。ああ、あ、俺それ分かるかもしれないっす。シムケン、さっきもそれ言ってた。俺これ知ってるんですよ。ヘテロセクシャル。ヘテロ？ヘテロセクシャル。ヘテロペテロじゃなくて。ヘテロじゃなくて。ヘテロ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 セクシャル。ヘテロですよね、だから。ヘテロ。いけます？ヘテロ。やばい。これ当てないとやばいよ。あげましょう。ポン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 。あの、へそ、へそ好き。へそ好きの人。違います。はい。あ、はい。おならでテロをする。あ、違います。はい。おならでテロを。え、それはヘテロセクシャルは、略称か理由を書けばいいの？え、なんかそういう性癖ってことですよね。はい、はい、はい。え、もう1分前当てるよ。はい。当てるよ。やりまくってるヘビーローテーションセクシャル。あ、違います。うせぇ！そうかと思った今一瞬。違います。これはマジで。あ、どっちかというと正常なのかもしれないです。正常なんですね。はい。何が？じゃあ18秒だよ、いいの？正常な人、正常な人。うん、正解です。異性愛者を、異性愛者を、業界用語。大将、大将、大将、これで5秒前。最終も見てるから。いいとも、もちろんやったの。答える感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ画面を眺め、落下に紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、僕らは無力だ。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。